生と死の極致っていうものを描き続けたそのダニエル・クレイグ版のラストのそのノータイムトゥダイっていうのは、生と死っていうもののその究極地点をあの両方しっかり描き切って終わったんだっていう、20日間ぐらいは本当こう007ばっかりだったんですけど、本当にこの時間007だけに当てて本当に良かったなと思います。ちょっとボロ泣きしてしまったんですけど、前作見てなかったらそこまでいかなかっただろうなって。はい、じゃあ話題です。今日も戦作映画館レビューをしていきます。今日は007ノータイムトゥダイです。ということで、行ってきました。パンフレットをですね、買いました。で、あの入場者特典なんですけど、あのこれポストカードですね。あの普通よりあの結構分厚いやつで、あの結構いいやつですね。でプラスですね、これもらったんですよね。中にあの、キーチェーンですね、あのキーホルダー入ってるんですけど、これが入場者特典ですね。 IMAX とかじゃなくて普通にもらえるやつみたいですね。あの今回 IMAX 行ったんですけど、あのとりあえずこれがもらえるということで、あのまあそのやっぱ007だからですね、まあ、普通の特典だったらもうこれだけでいい、これだけでもすごいんですけど、やっぱりその007ってそのやっぱ格が違うということで、あのやっぱこう箱に入ってるっていうことなんですね。コロナ自体でもう1年半延期してやっと公開されてるっていうところで、待機してる時間とかでもいろいろあのお金かかってるはずなんですけど、その007っていうものの規模っていうものがどれだけすごいかっていうことですね、まあ、それを改めてやっぱ感じたっていうところですね。初めてですね映画館で行ってきました。あの前回の動画ですね、あの007の まとめみたいなやつをやってるんですけど、僕が今までそのドクターノーあの1作目ですね、初めて見てから10年ぐらいですね、ずっと007っていうのは見てこないまま生きてきて、その映画レビュー YouTuber という形で、まあ、あのやってるので、あのもうこのタイミングであの007を全部見ようと、まあ、これから先、まあ、僕がその映画というものにその向き合っていくにあたって、その007というものを一気にこう全部見ておくっていうことは、その動画にするしないとかよりもあの絶対必要なことだなと思って、あの9月10日から Amazon プライムであの一挙配信になってて、それであの、まあ、前回の動画は2週間で24本見て、まあ、どれぐらい知識がついたかっていうことで、まあ、ちょっとあのしょうもない動画ではあるんですけど、あのやってるやってないでは多分違うと思ったんで一応やったんですけど、それであの、まあ、ノータイムトゥーダイをこうちゃんとあの 120% を楽しむために今見たっていうところはあるんですけど、その動画を火曜日に出したんですけど、そこからまだちょっと時間があったんで、そのダニエル・クレイグ版をあの吹き替えであの作業 BGM にして、まあ、何回かこう見てたんですけど、吹き替え自体あの初めてだったんですけど、すごいあの吹き替えすごい良かったですね。あのいい人たちすごいたくさん使ってて、まあ、それプラス結構あの分かりやすい言葉になってて、その分かんなかった部分っていうのは結構分かるようになってたっていうところで、まあ、吹き替えがかなり優秀だっていうことは、まあ後で知ったっていうことなんですけど、約20日間ですね。その20日間はほとんどその007ばっかりだったんですけど、ほとんど007だけに当ててったっていうのはすごく良かったなと思います。っていうのもあのノータイムトゥーダイが本当にあのすごい良かったんですよ。めちゃくちゃ良かったですね。いわゆるそのダニエル・クレイグ版がまあ5作目で、これでまあ最後っていうこと でダニエル・クレイグ版として5作目で、その007としては25作目っていうことで、まあ、その本当にこう25作分 あの一旦のラストというか、まあ、それがこのノータイムトゥーダイだったなっていうのは本当に感じましたね。まあ、最初の段階はとりあえずネタバレなしで、話すっていう風にしてるんですけど、とりあえず良かったというしか言いようがない。他でこうどこがどうだったっていうことはもう全てネタバレになるので、もう全部あの後半ネタバレありで話をするしかないんですけど、まあ、とにかくまあネタバレなしで言うとしては本当に良かったなって。でもちろんダニエル・クレイグ版の最後としてそのカジノ・ロワイヤルから始まった一つの物語としてすごい良かったっていうことがあるんだけど、だけど25作分のラストとしても全然捉えられる。でもちろんその007シリーズっていうのはまあこれから先続いていくんだけど、アベンジャーズエンドゲーム的な感じでこう一旦ここでバチッと終わってもいいなって、まあ、そんな感じのすごいすげえラストだったなと思います。ということで、もうあんまりネタバレなしで話すことがないので、まあ、ここから先はネタバレありで話をしていきますので、見ないでこのネタバレありを聞くのは絶対にやめてほしいぐらいラストがすごいので、本当に見てない方は一度見てからここに戻ってきてもらえればなと思います。ということで、まあ、中身の話をしていきます。今回のために007シリーズを一気に見たんですけど、
このダニエル・クレイグ版っていうのが他の007シリーズとどう違うのかっていうことなんですけど、まあ、まずこれを言っとかないといけないんですけど、基本は1話完結だったこの007シリーズの中で、まあ、結構そのカジノ・ロワイヤルから一貫して、まあ、一つの物語としてまあ5部作みたいな感じでつながってるっていうところが、まあ、このダニエル・クレイグ版っていうのは他のシリーズと全然違うっていうところなんですけど、カジノ・ロワイヤルとその直接の続きの慰めの報酬っていうのが、まあ、007前日談みたいなところで、あのジェームズ・ボンドが007になる話なんですよね。でそれで3作目があのスカイフォールという、で、まあ、その親愛なるその上司の M っていうものと、まあ、決別するっていう話であって、そして4作目のスペクターと、そしてノータイムトゥーダイと続いていくんですけど、まあ、その時系列的にはその、まあ、最初の2作っていうものが007の中で一番最初の話なんですね。でスカイフォールとスペクターなんですけど、でスペクターはあの、まあ、見返してあの思ったんですけど、最初の一番最初そのボンドがあの仮装してるシーン、もうあの立ってる姿だけでもうすごい手だれだっていうのが分かるんですね。とてつもない視線をくぐり抜けてきた人間のその余裕みたいなものが、そういったものがすごく見えるシーンになってて、あのシーンあの改めて見るとすごいんですけど、あの最初の2作があって、でスカイフォールもそのいわゆるその007というかジェームズ・ボンドのそのスパイ人生の中で結構後半の方に当たる話ではあるんだけど、ノータイムトゥーダイがいわゆるそのジェームズ・ボンドという男のラスト最後の姿なんですよね。その慰めの報酬からスペクターまでっていうのはの中に、あの今までそのあの007シリーズでやってたそのドクターノーからダイアナザーデイですね、あの1作目から20作目までダニエル・クレイグ版以前のやつっていうものが一応その暗黙の了解みたいな感じなんですけど、いわゆるその1作目から20作目までのあの物語がその慰めの報酬からあのスペクターまでの間のに入ってるっていうことなんですね。ダニエル・クレイグが実際に演じてないんだけど、その、 あの任務っていうのは実際にこなしたんだっていうこと、それを経てるんだっていうのがスペクターのその冒頭のシーンですごく見えるっていうところがあるんですね。でその中であのスカイフォールっていうものはその後半のどこかに当てはまるだろうっていう、まあ、そういった感じになってて、まあ、そのまあそれぞれの役者がまあ誰と年頃になったらとか、ピアース・ブロンスナンの最後でそのマネーペニーとくっついたとか、そういったものは一旦なしにして、とりあえず任務だけはそのこなしてきたっていうこと、その事実だけはそのダニエル・クレイグ版の見えないところではちゃんとあったっていうこと、まあ、それはあのちゃんとあるっていうことですね。だからそのダニエル・クレイグ版っていうのはそのカジノ・ロワイヤルから今回のノータイム・トゥ・ダイまでの5作で、そのジェームズ・ボンドというものの男の人生っていうものを全てあの描こうとしたっていう側面がすごくあるんですね。今までの007っていうのは本当にこう一話完結 の、 その大衆娯楽作品だったんだけど、でもダニエル・クレイグ版っていうのは全然そうじゃなくて、英国 の、 その国に仕えるその、まあ、スパイ活動をしている一人の男っていうものがあのどういうふうに生きどういうふうに死ぬのかまでを、まあ、描いたという、そのいわゆるその本当にこう人間というものを突き詰めた、まあ、物語になってたんだなっていうのは、そういうふうな物語になるだろうなと思ってたら、まあ、やっぱりそういうふうになったっていうことなんですけど、で、まあ、このタイトルですね、 No Time to Die、まだ死ぬ時ではないとかですね、死んでる場合ではないみたいな、まあ、そういった意味になるみたいなんですけど、でその前作のまあボンドガーヌとマドレーヌと一緒にあの暮らしてるところをですね、まあ、そこが映るんですけど、でこのノータイムトゥーダイですね、まだ死ぬ時ではないっていうその言葉自体は、まあ、いくつかあの、まあ、意味で読み取れるんですよね。そのまだ死ぬ時ではないっていうか、まあ、007っていうのはあの死にかける仕事ではあるからこそ、だけどまだ死ねないっていう、まだやることがあるっていう、まあ、意味でもあるし、007っていうのはそういうふうに、まあ、死と隣り合わせであるっていうこと、まあ、死が目前にあるっていうことがまあ前提で、あの007っていうのは生を受けているわけで、まあ、バカンスではないけどそのモラトリアムですね、その引退してその普通の生活をしているっていうこと自体が007としては死であるっていうことですね。007としてそれで普通の生活をしている状態っていうのはいわゆる死んでる状態と一緒なんですね。なのでその007として普通の生活をしているっていうことは死んでることと同義なので、死んでる場合ではないっていう、まあ、そういったことにもなってるのかなと思うし、でその、まあ、毎回 の、 その、まあ、テーマをすごくあの反映させた映像っていうのがそのオープニングクレジットに流れるんですけど、まあ、その今回の、ビリー・アイリッシュですね、まあ、すごい良かったんですけど、まあ、そのビリー・アイリッシュはあの、まあ、ちょっと前にそのドキュメンタリー映画あって、まあ、それのレビューもしてるんですけど、まあ、その中でこのノータイムトゥーダイの曲をレコーディングするっていう部分があって、まあ、そのプレッシャーに押し潰されそうになりながらもなんとかそのレコーディングしてるシーンとかあって、まあ、その007で主題歌をやるっていうのはどんだけのプレッシャーなのかっていうことをすごく感じたし、まあ、そのプレッシャーにまあちゃんと応えるぐらいのすごい曲を作ってきたんですけど、その映像の中でもすごいこうあのそのノータイムトゥーダイで
描こうとした内容というのはすごく反映されてたんですけど、螺旋状 の DNA の形ですね、あれがまあ拳銃になっているということなんですけど、まあ、いわゆるそのジェームズ・ボンドにはそういったものがもう DNA として組み込まれているという状態で、歯車がぐるぐる回ってて、その中でボンドカーが沈んでいくという一瞬の隙間の中からこう落ちていくという、まあ、それでまあ完全にこう落ちたらもう戻っていけないみたいな感じになってるし、まあ、海底で石像が沈んでいるっていう、その石像っていうのはいわゆるその巨像っていうか、死んだら闇に葬られていったわけですよね。なので007というか諜報部員っていうのは、まあ、その国に仕えてその命を捧げてやってるんだけど、死んだらもうそこで終わってしまうっていうことですね。まあ、その彼の功績っていうものがその後の誰かにその伝わっていくっていうことはないっていう、まあ、そういった風にもなってるんだなっていう、まあ、そういう風に一歩間違えばすぐに死んでしまうような世界だけど、そこでしか生きられないっていうのがまあ007だっていう、まあ、そういった映像になってたんですけど、まあ、いわゆるその007としては死んでる状態からそこからまあもう一回戻ってくるところなんですけど、まあ、そこでまあキューバに行ってパロマっていう女性と出会うっていうところなんですけど、ジェームズ・ボンドがタキシードを着てそのパロマっていう女性がすごいなんかすごいいい造形の女性っていうか感じなんですね。まあ、いわゆるその僕がちゃんと007見るまではジェームズ・ボンドっていうのはそのタキシードを着て完全無欠の男が失敗もせずに任務をこなしていくようなイメージしかなかったっていう、まあ、だけど実際は結構泥にまみれながら土壌を踏みながら何とかやってるっていう、まあ、そういったシリーズなんだっていうことを改めて知ったっていうことがあるんですよね。まあ、なのでいわゆるそのジェームズ・ボンドっていうか007知らない人っていうのは多分こういうイメージを持ってるであろうジェームズ・ボンド像っていうのを初めて実際の007シリーズの中でこうなんかやっと出してきたなっていうか、いわゆるそのボンドガールっていう名前は知ってたんですけど、どういう人がボンドガールになるのかってことは全然知らなかった状態で、007シリーズを知らない人がボンドガールってこうなんだろうなって思ってる存在そのまんまがこう今回このパロマっていうキャラクターに投影されてたんですね。まあ、だから僕もその配信で見るまではそのノータイムトゥーダイの予告とか何回も見てて、パロマっていうそのキャラクターを見た時にすごいっていう風には感じなかったんですね。毎回こんななんだろうなと思いながら見てたんですね。で配信で見ながら僕の知ってる感じのボンドガールっていうのは全然出てこなくて、そのノータイムトゥーダイに出てくるキャラクターっていうのはすごく特別な存在なんだなっていうことを、まあ、改めて思ったんですけど、ということで、まあ、いわゆるその007という存在からもうやめてしまったそのジェームズ・ボンドがもう一回その007というか、まあ、自分の生きる場所にもう一度戻ってくる、まあ、時にそのいわゆるその007像っていうものに紛争して銃撃戦みたいなものをすることによってその、まあ、体が思い出すみたいな感じになってる。でそこからまあ船に乗って仲間に裏切られて、で船が爆発して仲間が死ぬっていうところ、船も沈んでるからその仲間の遺体っていうものも置いていかないといけないっていう状態、まあ、やっぱり自分の居場所っていうか自分が今まで生きてきた場所、自分がこれから戻ろうとしている場所っていうのはここなんだっていうことを、まあ、改めて思い出すっていうこと、それで今一人だけ助かるっていう、まあ、そういった状態ですね。そして MI6 の本部ですね、あそこに行ったら警備員におなじみの自己紹介ですね、ボンド、ジェームズ・ボンドっていう、まあ、あれで最初ボンドっていうんですね、ボンドっていうんだけど警備員に伝わってないんですね。あのシーンは何かっていうと、現役でちゃんとやってた時っていうのは、まあ、顔パスだったんですね。顔見たら誰も分かるような感じになってるから普通に入れたんだけど、普通に入れなくて警備員に名前を言って、ボンドだけじゃ伝わなくてジェームズ・ボンドっていう、ジェームズ・ボンドって言ったら初めてその警備員も名前ぐらいは聞いたことがあるから、えってなるんですね。そこで初めてえってなるっていう、まあ、それで中に入っていって、ノーミーっていう黒人女性ですね、あれが007になっててっていう、まあ、最初にすれ違う女性はそのノーミーに対して007って言うんですね。でもう一人すれ違う女性がいて、まあ、そこで初めてそのジェームズ・ボンドを実際に顔を知ってる人が気づいてあってなるっていうシーンがあって、ジェームズ・ボンドここにビジターっていう名札をつけて入るっていう感じになってるんですね。まあ、いわゆるその今一元さんみたいな感じで入れてもらってるような状態っていう、まあ、完全にその部外者として扱われてるっていう感じなんですね。まあ、自分はその、まあ、いわゆるそのイギリスのために命を尽くしてやってきたんだけど、だけど自分から辞めるって言ったんだけど、辞めて戻ってきたら当たり前のようになんかこう組織はちゃんと回ってるっていう、それをまあ目の当たりにするんですよね。死んだら終わりなんだけど、だけど死なずに辞めてしまっても終わりなんだっていう、その歴史の表舞台では絶対語られることのない仕事っていうのが、まあ007っていうか、まあ、それがまあ諜報部員っていうものの仕事なんですけど、まあ、それをまあまざまざとこう前半の方っていうか、まあ、そういうふうにまあずっと見せてくるっていうところがあって。
ラストの話ですね。最後ミサイルが飛んできて、あの最後バッて散るんですけど、あれがなんか花火みたいなんですよね。すごい綺麗だったし、まあ、ウイルスが自分の中に入ってしまったんですね、まあ、そのウイルスが入ってしまったことによって自分が助かったら、まあ、それが感染しないようにそのミサイルでその島ごと、まあ、吹っ飛ばすっていうことがあるんだけど、まあ、その中で自分が生き残ってしまって、それが誰かに感染したらもう世界中に広がってしまうから、もう自分も助からないっていう、助かったらダメな状態になるっていう、まあ、感じなんですけど、まあ、それでまあもう死ぬっていうことを覚悟するっていう、まあ、それであのマドレーヌとあの通信して隠してたんだけど、あの子はあなたの娘ですよって、まあ、分かりきってることなんだけど、それをあのブルーアイズっていうんですね、青い目って、青い目だからあなたの、 あの娘なんだっていうことを言うんですけど、まあ、007っていうのはその死と隣り合わせっていうか、死の極地に居続けることによってその生が与えられている存在であるっていう、ミサイルが散っていく、それがまあ花火みたいになって、その彼 の、 その命っていうものを称えてるようにも見えるっていう、今までそのまあジェームズ・ボンドっていうのはその死の極地と生の極地っていうのはまああの両極端なところを行き来してるなっていうふうに、まあ前の動画でちょっと言ってたんですけど、007シリーズってすごいあの豪華絢爛なセットとかがあって、まあ、それとプラスあのいろんな女性とあの関係を持つっていうところで、まあ、いわゆるその生の極地っていうものがそこで表現されていて、まあ、その視線をくぐり抜けていくっていうことと、その荒野とか砂漠で一人ぼっちみたいなところとかが描かれて、まあ、それがまあ死の極地みたいな感じで描かれていくんですけど、その死の究極っていうのはまあその死ぬっていうことなんですけど、まあ、その生の究極っていうものはその子供っていうか次の世代につながっていくっていうことで、まあ、それがまあ娘なんですけど、そのジェームズ・ボンドが死んだ後でエピローグみたいな感じで、その MI6 の中ではその、まあ、仲間内だけでその追悼してさあ仕事に戻ろうっていう、あの、まあ、結構あっさりしてるんですけど、だけど彼らはそういう風な世界で生きてるっていうことなんですね。それとまあ対照的にその、マドレーヌと娘ですね、あのボンドカーに乗って、でそのマドレーヌっていうのもいわゆるそのジェームズ・ボンドっていうあの触れるものを皆を不幸にしていくような存在であるっていうこと、まあ、彼女もまたそういう人間だったっていうことですね。そのジェームズ・ボンドと表裏一体 の、 そのボンドガールっていう、まあ、そのマドレーヌがそのジェームズ・ボンドとの娘に対してあのこういった人がいたのよっていう、ボンド、ジェームズ・ボンドっていうあの、まあ、おなじみ の、 その自己紹介と同じ言い方でそういったそのジェームズ・ボンドという存在がいたんだっていうこと、まあ、007、まあ、そのいわゆるその諜報部員っていうものはあのまあ、国のために尽くすんだけど、そのやってきた功績っていうものは闇にあの消えていくっていうことがまああの約束されてるっていうか、そうならざるを得ない存在なんだけど、ジェームズ・ボンドという人間がいたっていうことと、その彼がやってきたことっていうものをこう語り継いでいくっていうこと、次の世代につながっていくっていうその究極の生っていうものがまあラスト表現されていて、まあ、その最後トンネルを通って、まあ、車がトンネル通っていくんですけど、まあ、007のオープニングである相手の銃口視点でその撃たれるっていう、あれと全く逆で、そのトンネルから後ろがその逆光でその光が入っていくっていう、最初と最後でそうすると生と死のその対極のそのイメージでその描かれていて終わるっていう、生と死の極地っていうものを描き続けたそのダニエル・クレイグ版のラスト の、 そのノータイムトゥーダイっていうのは、生と死っていうもののその究極地点をあの両方しっかり描き切って終わったんだっていう、本当にあのラストすごい良かったなと思います。プラスですね、ダニエル・クレイグが演じるジェームズ・ボンドの話が5作なんですけど、でこのダニエル・クレイグ版っていうのはいわゆるそのダニエル・クレイグの物語でもあったかなってやっぱ思うんですよね。まあ、僕もそんな詳しくは知らないんですけど、そのダニエル・クレイグが初めてのジェームズ・ボンドを演じますよっていう風に、まあ、アナウンスされた時にすごいあのバッシング受けたみたいなんですね。初めてこうあの金髪で青い目のした男がそのジェームズ・ボンドやるっていうのは、そういうイメージが全然違うだろうって言われてたんだけど、まあ、だけどそっからあの2ヶ月ぐらいこう肉体改造して、それで撮影挑んで、それでまあパパラッチされた映像というか写真見て、あこれはすごいぞって言ってみんなが一気に手のひら返して、でカジノロワイヤル公開されたらこれはすごいって言って絶賛されたっていう、まあ、そういった経緯があるんですよね。まあ、だからまあそのラストでその青い目なんだっていうことが強調されたっていうことで、プラスですね、あの今回あのノーミっていう、まあ、そのジェームズ・ボンドが引退してから007を引き継いでたそのノーミっていうあの黒人女性の007ですね。で彼女がこの物語に入ってくるっていうことの意味っていうのが、やっぱりこう007っていうのはまあもうすぐ60年ですね続く、まあ、シリーズなわけで、その60年って言ったらやっぱりその時代っていうものはどんどん変わっていくんですね。007っていうのはその、まあ、時代 の、 あの出来事っていうものに対応してそれを反映させていくシリーズってあるっていうことがあるからこそ、女性の007っていうものがあの出てくるっていうことのこの意味っていうのはすごいでかいなって思うんですね。ダニエル・クレイグ版が終わっても次のジェームズ・ボンドの役者っていうのが決まっていって、またその007シリーズって続いていくんだけど、だけどそれをあのいきなり次の黒人女性がやる、その
まあ、ディズニーも今度アリエルがその黒人女性がやるとか、まあ、あるんですけど、まあ、その時代に対応する反映させるっていうことに対して、まずそのダニエル・クレイグという人間がそのジェームズ・ボンドを演じるってなった時にすごい反発を受けて、あの成果というか作品で返してバッシングしてたやつを全員黙らせたっていう、その実力でねじ伏せたっていう、まあ、そういったところがあるからこそ、シリーズとして続いていくその責務っていうのがあって、ジェームズ・ボンドっていうもののイメージからかけ離れてるであろう存在、その黒人女性が007がシリーズものとして時代を反映させていくっていうことに対して一番でかかったのはこのノーミとイカラなんじゃないかなと思いますね。でその中でやっぱりその精神的な部分で、そのダニエル・クレイグっていうものがその直に実践してきたことをこの最終作でこの別の次のその世代に対してちゃんと残していったっていうところがすごいというか、決して軽く考えてるわけではないんだけど、だけどこれはダニエル・クレイグがその実際に経験したからこそ、ダニエル・クレイグだから言っていいというか、このシリーズダニエル・クレイグ版だからこそやっていいことっていう、まあ、次のそのジェームズ・ボンドを誰が演じるのかっていう、まあ、ニュースとかあったんですけど、まあ、この人がなるんじゃないかみたいな噂っていうかその予想みたいなものあったんですけど、なんかそれ以外の全然違う人がそのジェームズ・ボンドをやったとしても、なんかすごい温かく迎えられるような感じにこうなんかそういった土壌を作ってるなっていう、まあ、そういった風にも思えたので、なのでそのダニエル・クレイグ版を終わらせるだけじゃなくてちゃんと次を考えている、だけどそれがなんか押し付けがまし すぎないという、そこのすごいバランス感覚っていうのも、そのシリーズものがその続けていくことのその責務っていうものをすごいしっかり果たして終わるっていう、なんて美しいんだっていう、まあ、そんな感じなんですよね。まあ、そんな感じでいろいろちょっと話をしてきたんですけど、まあ全然ちょっとまだ触れてなかったんですけど、今回監督が日系のアメリカ人の方なんですね、キャリー・ジョージ・福永という方で、まあそれでまあちょっと日本的な要素っていうのはすごく入ってきてはいたなっていう、まあ、感じはあるんですけど、まあ、それよりも日本的なものが入ってきたというよりは、まあ、今までその007っていうのも日本の要素っていうのが入ってきたりするんですね。007は二度死ぬとかですね、他まあいろいろあったんですけど、今までの007ってなんか不思議の国の日本的なその、まあ、中国と日本をなんか混同してるんじゃないかっていうような、なんか変な日本を描いてたんですけど、まあ、今回はその、まあ、いわゆるその日本よりその日本的な感じではあるんだけど、007の世界の中にあるその日本っていうものを結構洗練させたような感じにもなってて、その日本要素が純日本的な感じになってるっていうこともそうなんだけど、今までのその007の中の日本っていうものがより洗練された感じっていうのもあって、そのバランス感覚っていうのもすごい良かったなと思うし、今までそのダニエル・クレイグ版やってなかったことで、まあ、今回この最終作でやっとやってきたなっていうところがあるんですけど、まあ、今のやつになくて昔のやつにあってすごい良かったっていうのは、めちゃくちゃでかいセットの研究所みたいなやつがあって、そのラストステージっていうのがその超でかいセットの研究所なんですね。でそこでその大量の科学者がいて、その大量の兵隊がいてっていう、まあ、それとまあジェームズ・ボンドが戦うっていう、まあ、そういったシーンがあって、まあ、そこをそれでまあ最後一発勝負でまあ爆発させて、そのセットをぶっ壊すっていうのがあって、これはすげえなって思ってたところはあって、それを今回このダニエル・クレイグ版で初めてやってきたなっていうところがあって、僕もこうやっとこうちゃんと全部を復習して初めてこう映画館に行こうってなった時に、こういった形でこう007のそういった往年の007の感じっていうものが2020年のスケールでこう出てきたっていうのがすごいやっぱ良かったなって、まあ、そのなんか一番最後の汚いところですね、それが1950年代の装置なんだって言って、Q がちょっとあたふたしてたところ、やっぱあそこのカチカチするところですね、あの感じとかもやっぱり昔のなんか嘘パッチ装置ですね、それっぽく見せる感じの嘘パッチ装置みたいなものが、まあ、2020年スケールですね、昔 の、 セットってちゃんと作ったら作ったまんまなんだけど、セットがすごい汚くなってるんですね、放置されてたのか掃除してないのか、すごい汚い感じ、あの感じっていうものがその現代 の、 そのリアリティっていうもの の、 すごい融合っていうか、ちゃんとその温故知新的になってるなっていう、それをこう映画館でこう見れたっていうのはすごい良かったですよね。それとその過去作っていうものの踏襲っていう意味では、その、まあ、パロマっていう女性がいたとこ、あそこキューバなんですけど、まあ、そのキューバっていうかその1作目のドクターノーですね、あれがまあジャマイカ
に行くっていうところがあって、多分そこと、あのそのドクターノーのあの雰囲気とあのかけてるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、多分そこもあるし、あとその仲間が船で沈んでいくところですね、あのちょっとタイトル忘れたんですけど、あの潜水艦の中に入って、まあ、それが潜水艦が沈んでいくっていう、まあ、そこであのラストバトルをするっていう、多分あれもあってっていう、まあ、その過去の007ですね、そのダニエル・クレイグ版では描かれなかったけど、だけどあのダニエル・クレイグ版のジェームズ・ボンドは確実にあのこなしてきたであろうその任務っていうものをあのもう一度リフレインさせるっていう風な感じにもなってるっていう、まあ、っていう風になってて、まあ、繰り返しになるんですけど、まあ、そのいわゆるそのダニエル・クレイグ版5作で終わりではなくて、そのダニエル・クレイグ版その5作の中に、まあ、今まで の, そのジェームズ・ボンドのあの辿ってきた任務っていうものが実はそのダニエル・クレイグはあのこなしてきたんだっていうこと、まあ、それがこう暗にこう感じられるようになってるっていう、まあ、そこがやっぱりちゃんとあのできてるっていうところが、あの今まで の, その歴史っていうものをちゃんと踏まえながら、そのジェームズ・ボンド最新のジェームズ・ボンドがあの描かれてるっていうところ、まあ、それが終わるっていうことですね。そこはやっぱりそのなんだろう、あのやっぱりそのすごいなっていう、まあ、ことなんですけど、本当にこう役者は本当にすごいのをすごい集めてきてるっていうことで、音楽はあの主題歌はビリー・アイリッシュだし、あの劇版はハンス・ジマーがやってるっていうことで、あのもうあの本気なんですね。本気でこのノータイムトゥーダイをあの本当にすごいものを作ろうっていう、もう意気込みがすごいっていう、そしてできたものはこう間違いないすごいものができたなっていう、15年やったシリーズの完結っていうものっていうもの、そのやっぱ重みっていうのがやっぱ普通の映画とやっぱ全然違うっていうことがあって、20日間ぐらい本当こう007ばっかりだったんですけど、本当にこの時間007だけに当てて本当に良かったなと思います。あの最後はあのジェームズ・ボンドですね、あのミサイルで死ぬところ、あのあそこでちょっとボロ泣きしてしまったんですけど、あの本当にこうあの前作見てなかったらそこまでいかなかっただろうなって思うんですよね。今まで本当に007シリーズ知らずに生きてきたんですけど、まあ、世界的にそのヒットして、まあ、ずっと続いてる、みんなが楽しめるだけど新しいことをしていくっていうこと、あのそういったまあ、ものをこうやってあのリアルタイムに目の当たりにするっていうことの価値っていうのはやっぱでかいなって思います。ということで本当にめちゃくちゃ良かったなと思います。ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画見たらすぐにレビュー動画を出すので、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。この度収益化までの条件の再生時間4000時間ですね、あれを突破したので、あとはチャンネル登録者数で1000人を集めるまでとなったので、チャンネル登録の方をぜひお願いします。でこの後僕短編映画撮ったんですけど、それの予告編が1分間あるので、お時間ある方は最後まで見ていただければなと思います。で本編なんですけど概要欄にリンク貼っているので、興味がある方はそちらも見ていただければなと思います。ということで終わります。